この菅原のところもプレスはまるからね、これね。これがマイクマだとちょっと内側入ってね、右ウィングにコース作ってくれるけど、北朝鮮相手だといいけどね、これが相手強くなると、プレスのハメどころになりますね。本当は菅原ペナ幅ぐらいまで絞った方が、板倉と町田が3バック化できて、今度伊藤洋樹が中盤化できるみたいな、後ろで、北朝鮮がプレスかけないで来てくれてるからいいけど、かけられると面倒になる立ち位置。 しちゃうっていうかね、リズムでポジショニングできるタイプのサイドバック2枚じゃないから、早めに先制点取れてよかったねそこでビルドアップうまくできなくて崩せないっていうことが起きかけてたからね。起きかけるっていうか起きてるから、そうだからこういう風に、あの、後ろのポジショニングが良くないサッカーの場合は、ダブルボランチが失わない質の高さとか、フバックが失わない質の高さが重要になってくる。だから難易度を下げられない戦術ってことになるんですよね。みんな想像してみてほしいんだけど、この伊藤だったり菅原のとこボール入ったらさ、こう赤の北朝鮮の選手が全員さ、 一個ずつずれれば全部はまる立ち位置になってるじゃん。あ、今みたいに森田がここ、こう降りてきたこれめっちゃいいっすよ。こうすると外も中もどっちも。分かってるな。さすがっすね、森田。だから今度、右サイドでは、それを、田中王が中盤にサポートいってるから、そう、菅原がこの今の立ち位置。でも、菅原にボールいったとしても、今度、堂安がそこ立ってないから、今度、菅原ボール受けても、中盤よりも高い位置いけないから、だらこのあたり、リズムの選手が右にもいたらいいんだけど、それがマイクマなんだけど、マイクマ入ってないから。 菅原はそれ勉強しなきゃいけないですけど多分しないタイプなんできついですよね。マイク駒の序列低いのはもう可視化しやすいフィジカルが菅原に負けてるんだと思いますね。もうわかりやすくクロスうまいとかプレス体性高いとか。だからこういうふうにペナ幅のところにウィングにもライン管にも供給できる人がペナ幅の幅で立ってるといいんですよ。今はね、これ、町坂立ってるの。 ペナ浜のちょうどいい立ち位置を、こう、菅原広がっていっちゃうんですよ。そうすると、これ、菅原にボール出たとしても、ただハマるだけなの、これ。ここから全部うーっていくだけで、ウィングにつけても後ろ向きになってこう潰されやすいっていう。だからこうなっちゃうんですよ。予言みたいでしょ。でもこうなるの、絶対サッカーってセオリー上。だからこれは、菅原が学ぶか、森安さんとかコーチ陣が学んで教えてあげなきゃいけないんだけど、まあ、ずっとやってないから、これ相手強くなったら、あそこでカウンター食らって終わりです。 そうだからこういう配置とか技術的な能力は絶対なきゃいけないんですよフィジカルとかでもそれを持ってる人たちの難易度を下げるのが戦術の目的なんです戦う術なんであワンタッチ目がいいな相手のプレス受けないとこでいやばい森田そうなんだよなー この連携で何とかしやっぱ菅原ね地続きで考えられないプレーが多いよねその外張りすぎてるから堂安とのワンツーも技術頼みになるしクロスも何となくでニア入れてるからカウンター食らいやすいしっていうねここで伊藤が上がりすぎるとこれうんこうなるんだよねそうだから両サイドバックのね立ち位置を具体的にしないからこのカウンター決まってんだよな 今のも、右は田中青が降りてきてくれたんだけど、左で、この立ち位置いてくれたら、両方配球できるのに、微妙に開いて、さ、あの、相手に近寄ってくるから、ボール受けた時にはもうハマるから、だからここ出さないって分かってた相手も。立て付けた時には危ない。ディフェンス考えたら、菅原んところ長友にした方がいいですけどね。FC 東京で今ね、右やってるし。すごいな。こんな感じであんま解任ってメディアで言われないもんな。不思議なぐらい言われないもん。 菅原、堂安に受け渡してないのについていってないから相手強くなると本当にやばいよなだ菅原がね、ガチめの試合で苦しむのってああいうところですよね。状況認知からの実行のところで、かなり実行しきった後っていうか、決まったプレーならいけんだけど、普通に見てたら菅原の守備ってね、旧日本サッカー型の守備ですからね、なんとなくのゾーンのところにいて、なんあの人が来たり、ボールが来たときに頑張るっていう、気づかりにくい問題点ですよ、ね。長友の方がおっさんなのに、そこら辺うまいのがまた面白い。まあ年取っ てるとできないじゃなくて、むしろ、あれですかね、その、年月重ねても残ってるのは、その頭の部分があるからで。そだから変えるとしたら菅原変えた方がいいですけどね。菅原のとこ長友にした方がいいね、絶対。右サイドバック誰でも、うん、でも長友が一番分かりやすく良くなると思うな。北朝鮮なら対人で負けるってことはないだろうし、いくら長友がね、トップレベルに衰えてるって言っても。吉東京でも対人でめちゃくちゃ弱いかっていうとそうじゃないからね。そうそう、これでいい、これでいい。ナイス、そうそうそう、あークロス入れて、にやかい ミ <laughs> アは引っかかんだって。意図のないミアやめてほしいな。そうでこういう風にカウンター始まるからさ。いや、マジでこの力なくて助かったな、北朝鮮が。ほんと菅原のところが怖いね。プレイ選択がね、理にかなってないのが多すぎるからな。プレイ選択が理にかなってないことは練習だと見えないですからね。11対11の練習なんてしないし。普通にロンドンの中でボール失わずにいいパス出してたらいい選手ってことになるからね。まだ前田大勢のクロスの方がいいですね。スペースあるところにさ、クロスポイント。 ファーガーのゴールエリアのライン上飛び込んだら決まるとこ行ってるから。ただそこが共有されてないから得点になってないけど。菅原の場合は見えてる人のところにボール出すから相手にカットされちゃうけど。そう、クロスってね、ファーガーのゴールエリアライン上に行って人が待ち合わせるんですよ。スルーパスに近いんですよ。人がいるところにクロスを送りがちじゃん、みんな。人いるところっていうのは味方がいるところね。味方がいるところにクロスを送ると、もう想像してもらえばわかるけど、相手のディフェンスは勢いつけて入ってくるからやられるんだ。 でも、スペースに対してだと、最初からスペースに相手って入れるわけじゃないから、人を捕まえとかなきゃいけないから、最初からスペースにいたらライン下がりすぎちゃったりするしね。だから、クロスが決まるポイントって、基本的にゴールエリアのライン上ぐらいなのよ。で、そこに相手が下がってて、マイナスに人がいなかったらマイナスもありなんだけど、基本、ファー側のゴールエリアライン上に、キーパーが対処できないボールを蹴るのが一番いい。でも、今、今僕が言ってることも基本なんですよ。基本だけど、常識ではないから、だからこういう配信で言うんですよね。 みんなの力で常識にしてほしい。なったらなったで僕自分のチームが戦う相手に対してハードモードになっちゃうんですけど。でも橋岡はどんどんね、スペースでボールを受けて、裏走っていく選択肢はすごいいいですね。ずっと橋岡が裏狙うし、今もシュートで終わるしで、ね、やっぱルートンタウンなどがありますよね。こう強者に立ち向かうサッカーを普段やってるチームだから、まあ、ルートンからすげえつなぐサッカーやってる可能性あるけど、いいですね、でも。やるべきこと分かってる感じ。 ニンジンくんスパチャありがとう。歴、え、代、ー、最高と評される長友と坂宏のサイドバックの弱点を敷いてあげるのはどういった点ありますか長友に関しては、なんか時期によって左足使わなくなって、なんか嫌なのかなみたいな時期ありますよね。あと、ロングクロスがちょっと苦手。でもあの、えぐった後のクロスとか、あと守備の時の対人で距離感のつかみ方だったり、前向かせない守備とか、あと背は高くないけどセンターバックの背中守る守備とかうまいし、何よりメンタリティーがいい。どんなにこう、構想外とかにされても。 絶対いい上がってくるし腐ないじゃんあとは政治力もありますよね。その時にチームで力ある人にちゃんと気に入られてみたいな。これは悪い意味じゃなくて、本当にそれが大事だから。政治をしなきゃいけないんですよ。出るためには。監督に対しても、オーナーに対しても、あの選手に対しても。だからそれもできてるかっていうのを僕見ますから。だからそういうところで、長友めちゃくちゃいいと思いますね。で、坂井宏樹はもう完璧。もう最強。日の打ちどころなし。フラットに見てね。なんでね、もう坂井さんはね、本当に。 うん、いいところばっかりで本当なんかすごいと思うの本当に日本歴代というか世界歴代最高のうんペレーマラドーナメッシ酒井宏樹だと思ってるんで、うん、フラットに見てななんでぜひともね酒井宏樹さん日本代表戻ってきてほしいですね、うん、あなんか間違ってちょっとすいません今告知の画像出しちゃってすいません間違っちゃってましたねまあもし興味あれば。 であのガチで言うと酒井宏樹さんはあのあれうちチームマサいるじゃないですかシュワボ東京に。が仲良くてどういうところがすごかったて聞いたら誰よりも終わった後のケアとか体幹とかそういう自分に足りないものに向き合ってそこを伸ばそうとする努力がすごかった。フィジカル的にも最初は負けてたのがもう もう、えー、負けなくなってもう勝ちだしてみたいなで今のもうね日本のさサイドバックっていうかあの J リーグ見てて酒井宏樹とマッチアップするさウイングがすげえかわいそうに見えてくるじゃん。 であとは、まあ、前向かせない技術もその長友と同じようなところあるし空中戦が攻守において強いから酒井宏樹をサイドバックで高い位置上げてそこをターゲットマンにして中の人を落としてみたいなそういうやり方もできるじゃん。で対談させてもらった時そうだけどやっぱり常にチームのためにって考えてるから監督が求めること自分が組んでるウイングがやりたいことっていうのを察しながらやるんだよね。 そか本当にねな、クロス制度ぐらいかな、でもね、一般的には高速クロスみたいな。酒井さんがこういう風に話すようになってくれたのは、僕がクロスよりも守備の選手だよって、こう、本質見てくれたからみたいな、見てくれましたんで、でも本当に今代表に、あの、ね、何、ベテランじゃなくて、実力だけだったら、普通に酒井宏樹だと思いますよ、僕、サイドバック。これはマジで。 やっぱねマイクモモスもガルもその経験値のところもそうだし守備面で酒井宏樹ほど適切な判断は取れないしセンターバックの背中も守れないじゃんやっぱサッカーって1失点の方が1得点より重いんで1失点したら2得点取らなきゃ勝てなくなるんでねそうい今,今の後半がガチのやつですねあとはダ・マークケビン君スパチャーエイ秋元の海外移籍決まっとんどふえ5人で見られなとはたら A 代表で見たいですレオザさんもしてましたあっ そうなんですね左利きの旗手みたいなイメージですけど、どういう、どのチームでどううに使われるんでしょうね。で、そんな話の中で、その先の話なんだけど、長友招集したでしょ、まず一つ、長友の能力、すごいですあの、FC 時の試合見たけど、長友のドリブル仕掛けられた時の、このステップ踏む、あじい対応とか、全然。 やっぱり、ペペもね、39歳で CL 出てるけど、長友もモチベーション絶対高いし、このコメントとか見ても。まず長友呼ぶってことは、あの、忖度招集とかはないと思います。普通に、今中山怪我してて、その中で若手呼びたいところもありつつ、長友もいいな、みたいな。で、右サイドバックやってるしね、FC 東京で。で、ちょっと絞り気味で配給して、みたいな、そういう長友自体も、まあ、前からやってるところであるけど、より一層なんかそこスムーズになってるところもあるし。ただ、一つ言えるのは、この時期に長友がいいのわかるじゃん。 でいつも言うけど、ラスト1年とか、そのもうチーム固める時期に呼んでみたらわかるじゃん。ただ、今呼ぶっていうところに、すごいね、森保さんの政治力だったりとか、内側の人たちの政治力感じる。あ、ペペ41か。やばいね。じゃあな、長友37とか、まだまだいけるな。ありがとうございます。じゃあ、ペペのとこだけちょっと年齢訂正させていただきます。で、この、今さ、 日本作家はこんんなのってッじゃんもう伊藤純也俺さその森保さんのさその戦術的なところをもう薄いわっていう批判をさいろんな選手がもう継承どころかもうしっかり言ってんじゃんもう厳しいってっていう監督ちゃんとやってくんないとっていうのでガンガン言ってんじゃんでももう内側が不信感しっかりあるで長友ももしチームが内側で揺らいでるんだったらこの内側の状況が悪いんだったらみたいなね空気悪ければ僕は空気清浄機のように空気を入れ替えてくんねって言ってるっていう。 これなんだよね、長友呼ぶ理由って。うん、うん、森保さんどうなんてなってたことこで森保さん盛り上げていきましょうっていう時の人だから。そこで呼んでんだよ。で、ちゃんと長友も呼ばれただけけの実力あるから。だからロッカールームを反監督にしないための一個の切り札なんだよ。ただからそれはもうバレてるぞっていうのはこの配信で言っときますね。長友が実力ないから呼ばれてるって意味じゃないですよ。実力ある人で、なおかつ森保さんの元でまとまろうっていう、その一手を打てる人っていう。 ただ、そん、そういうのはバレないようにやりたいみたいな気持ちは絶対許さねえって思いますけど。で、何より戦術以上に俺は、選手たちっていうのはすごいエモーショナルなもんだから、悪い意味じゃなく。っていうか、サッカーってエモーショナルなもんだ感情でやるもんだから。感情で言うと、絶対に伊藤純也の対応に対して、ふざけんなって思ってる選手、絶対いるんですよ。まず、アジアカップで返したことに対して、それないよってなってるんですよ。それは森保さんも残したかったんだけど、JFA に対してなってるとか、絶対ある、これは。こっちの方が俺絶対あると思う。 で、今回呼ばなかったことに関して、で、しっかりさ、呼びたいけど、みたいな、この、全然納得できないっていう、さっき話したような、まあ、ことが、絶対選手の中で気持ちあるだよ。だから、戦術的に不信感ある中で、メンタル的にも今、不信感が、やすさんだけじゃ,じゃなく、日本代表っていう組織に溜まってる状況なのだ,だから、こういう時に長友必要なんだよ。でも、そんなのは、長友だけじゃ、まあ、長友ならやれちゃう可能性もあるけど、うん。そんな、なんか、この政治力だけで行かせねえぞっていう。 のはもう言いたいって思いましたね。そうだからそこは逆に長友中入ってって、もう森保さんのもとでまとめさせようって本当にそういう状況じゃないってなったら、そこはもうなんか頑張って駒にならないでほしいと思ってますね。森保さんとか日本大学とうまくやるのは当然セカンドキャリアとか考えたら大事だと思ってるけど。っていうか、それやれる選手、賢い選手はわかるんだけど、正直もう今マジで JFA 本当やばいと思う、これ。 戦術なんか本当に、戦術とか森保さんのその、何、采配とかそういう知的なところの乏しさみたいなのは本当もう、今起きてる JFA の問題だと10%ぐらいのとこで、実際はこの一人の選手を週刊誌の思うがままに動いて、スポンサーさんにしっかり説得できなくて、もうなるようになって一人の人間をなんか本当、何も事情知らない人には性犯罪者に見えるような、その守り方できなくて結局この、 もうひどい対応の連続これやってる協会マジでやばいと思うなだマジでやばいと思うなだからこういう状況でまとまれるかどうかまとまったとしても無理あると思ってるしねいやほんとやばいと思うよ、うん、なんかこう j f a やばいって気持ちと伊東純也っていう選手だったりとかサッカー一生懸命やってる選手だったり今後サッカーに取り組む指導者とかいろんなこと考えたら もうだってね、週刊誌とかそのスキャンダル持ってる偉い人次第ですからね、こんな人生なんて。僕はマジで、いや、でも本当に JFA 一回解体するしかないと思ってたんだって。あれですからね、あの JFA が悪いって話ですけど、JFA 自体の首を絞めてますからね。え、だって、全く女性関係とか全部クリーンですなんて人いるサッカー選手っていうモテる職業をこんだけやってきてさ。で、それで今までそういうのあった子たちに大金つかましたら、その子がお金かま、困ってたらクルーになるよ。 そんな組織痛いそう、だから話できる人がいないのか、そもそも話する気ないのかわかんないけど、マジで日本代表のスポンサーさん見てたら逆ですよっていう。だからこれは普通に読んで、普通に何の記事にもなんなくて、あれ何だったんだろうで終わりなんだってやるべきことって。だって、あれだからね、書かれたら終わりだからね。マジデスノート持ってんすよ、だから。マジデスノートなの、これ。大手メディアがあいつだってらって書いたらね。 そういういいい女の子いたっってて話ちょっと聞いてね私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから J リーガー出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄の URL からのご応募お待ちしております